聖母子は、イタリアの国際ゴシック様式の画家、ジェンティーレ・ナ・ファブリアーノが1420年から1423年頃に制作した絵画である。盤上に、テンペラと鐘で描かれている。現在、ワシントン DC のナショナルギャラリーに所蔵されている。国際ゴシック様式は、ヨーロッパ中に伝播し、イタリア全土にも広まったが、最初の偉大な、 ウンブリアの画家ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノの作品には特にこの様式が明らかである。本作は1420年の夏にフィレンツェに到着した画家が東方山博士の礼拝に取り組んでいた頃のフィレンツェで最初に制作された作品の一つとして一般的に認識されている。本作は多翼祭壇画の中央パネルであった可能性があり、祭壇画の残りは現在では失われている。 記録されている最初の作品についての言及はフィレンツェで作品を取得したかもしれないアレクサンダー・パーカーのコレクションからロンドンで競売にかけられた1874年のものである他の数人の所有者を経た後本作はデュビーン兄弟によって獲得され1937年にサミュエル・エイチ・クレスに売却されたクレスは1939年に作品を 現在の所蔵元であるワシントンのナショナルギャラリーに最終的に寄贈した。ナショナルギャラリーオブアートワシントン、ジョン・ウォーカー、1995、ピアニッシモ、76から 77ISBN0 から8109814832021年7月31日閲覧、アルドゥイーノ・コロサンテ、ウンクアドロ・イグノラト・ディ・ジェンタイル・ダ・ファブリアのバラティーノ・ディ・アルテ、1 1911、2021年7月31日閲覧。カタログページ。2009年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月31日閲覧。ありがとうございます。